はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆様このマジックカードクロスソウルというカードはご存知でしょうか。このカードですね、あの診断で実装されたなんか謎カードなんですけども、これ何ができるかっていうと、一枚しか発動できないんですけど、モンスター1体のアドバンス召喚を行いますよと。その際、自分のフィールドのモンスターの代わりに相手のフィールドのモンスターをリリースすることもできるって書いてあるんです。結構やばいこと書いてません？まあ元々ねクロスソウルっていうカードが相手のフィールド上のモンスターをリリースして、あのなんかモンスター出せますよみたいな効果なんですけど、これのなんか令和版みたいな感じの効果ですね。でこの効果で魔召喚したモンスターはこのターンリリースができないという効果と、あと2番目の効果でこのカードがフィールドから墓地を送られた場合に、相手もこの1番の効果を適用できますよっていう効果になってます。でこれよく見てもらったら分かるんですけど、これ通常魔法なんですよね。これ速攻魔法だったらめちゃくちゃ強かった気がするんですけど、これ通常魔法なんで、これまあ要は先行1ターン目に使うことは基本的にはできないし、相手のターンで使うこともできないわけですよ。で、まあ、だからこそ、やっぱ、後手で使うしかないんですよね。で、しかも上級モンスターも手札にかかなきゃいけないっていうことで、まあ、意外とっていうか、かなり使いづらいカードになってるんですけども、まあ、今日はこれをちょっと活躍させるべきデッキを組んでみました。で、上級モンスターが必ずやっぱ手札に来やすいデッキであり、かつ、後手取って、このカードを打って、まあ、勝てるデッキ。やっぱね、これ何を出すかって問題なんですよ、これを使って。まあもちろん3体リリースモンスターとか出して豪快に相手のあの盤面をなんかその破壊しにたいとか、そういうのできても強いと思うんですけど、僕は一番やっぱ相手のモンスターをリリースして出して強いモンスター何かなって考えて、いろいろ考えた結果バニティルーラーが一番強いと思ったんですよね。このなんか耳とんがってるこのおじさんね、このおじさんが一番強くて、これこの方モンスターゾーンに存在する相手だけでモンスター特殊ができないっていう、まあ、マジでやばいモンスターなんですけど、これを出してもう蓋しちゃうっていう、これが一番強いなと思ったんですよね。まあ、まあ最悪で、ね、これが引けなくてもなんかホルスとかは一応上級モンスターでついてるし、通常召喚できないので、まあ一応クロスソウル自体は使いやすいかなと。でこれ、まあ、除去方法がもうアドバンス召喚の素材にするっていう除去方法なんで、まあ、結構まあいろんなモンスターリリースできますので、はい、まあ今日はこのカードを使って、このなんか耳とんがりおじさん出してドヤ顔するっていうデッキ、これをね使っていきたいと思います。ちなみに魔法カードとか止められたらまずいんで、普通に名誉結界派で、盤面を処理していく感じで、デッキ組んでますんで、はい、よかったら参考にしてください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。これ速攻魔法だったらな、めちゃくちゃ強かったと思うんですけどね、このクロスソウル。あーユーベルさんおはようございます。このクロスソウルが、まあ、ちょっと通常魔法なんですよね。だからちょっとやっぱ若干使いにくいというか、やっぱその後手用のカードになっちゃうかなっていう。これ先行でセットして使えたらめちゃくちゃ強かったけどね、そうなってきたら結構ガチカード寄りのカードになれた可能性すら、ある、まあ、めちゃくちゃ強いカードになったんじゃないかなっていうふうには僕は思うんですけどね。はい、あー、オッケー。まあ、とりあえずユベルの展開は特に何もないのでもう眺め続けるしかないんですけど、まあ、魔法トラップ向こうあんまりないから、まあ、ラーズがあったらちょっとめんどくさいけど、ラーズさんガチでやばいな、ちょっとラーズだけマジでやめてくれ。ラーズ なければ結構ね、魔法トラップ向こう意外と構えにくいんで、ユベルデッキだったら、はい、まあ、そこだけちょっと本当やめてほしいって感じなんですけど、ラーズは出なそうだな。お、来た来た来た。これはこれでこれくらいでなんかあれか、ロータス蘇生してでなんかエンドみたいな雰囲気あるよね。これクロスソウル通るだろ。これクロスソウル通るだろ。なんか向こうないよな、魔法トラップ。いやこれいけるぞマジで。ほらいける、これはさすがにいける。あ、名誉結界派強いな。結界派普通にまくり方としてはめちゃくちゃ優秀なカード来た。まずはこの盤面を処理しましょう。打った方がいいかな。マツカレーラー起動されるのうざいから、もしあの癖が無限保有だった場合は、無限保有って言われてマツカレーラーって言われると虚無が無効になっちゃうんで、まずはこの盤面を処理しましょう。名誉結界派ビーム結界派ビーム、はい、マジックカードクロスソウル発動。相手のフィールド上のモンスターをリリースしてアドバンス召喚ができます。いくぜ。うわ、これユベル2体でいいか。
夢の引退をリリースし現れよ恐怖の塔使っちゃ爆弾最強。さあてめえはもうモンスターを特殊召喚することはできねえぜこれはオーボー持ってきてでまあイムセティするしかねえからで王の棺の効果によってイムセティ持ってきてはいで、ここ戻してまあしょうがねえからこれトレードイン捨てるしかないねイムセティまあこれ無効にされてもいいや墓穴とかだった場合はまあしょうがないからもうそれはそれでいいしょうがないんでここは行きましょうトレードインを捨ててカードを1枚ドローしながらおー通るなるほど墓穴ではないこれやっぱりあれ無限行動じゃないかじゃあ無限行動じゃないの王の棺発動ちょっとね一応ねこのバレンティルーラーさんマジ最強なんですけどこれ弱点があって魔法トラップにめっちゃ弱いですね例えば財宝でいうところの反逆の財宝とかあと無限法要ですねああいうカードあと新天章とか炎王新天章みたいなああいうカードとかにめっちゃくちゃ弱くてこのね一瞬で殺されるんですよだからそういうカードはちょっとケアしていかないといけないんですよね基本的にはなのでこれ一旦これでとりあえず殴りますか一旦ね一旦殴りましょうはいいややっぱなんかあれすげえ無限保有な匂いすんなでこうぶん殴るでしょしかもなんかさこのさペンデラムスケールのところに置いてるのもさなんか無限保有の気配感じるようなあこれダメージいけないからあんま関係ない俺でメイン2ってことはまあじゃあ一旦これディンギルスって言えば多分相手使ってくるんじゃないかなディンギルスって言うじゃんこれディンギルスパイセン出しましてじゃなんかフィールドのカード1枚選んでポチを食いたいんですけどなんかありますこれちなみにディンギルスさん強くて破壊耐性付与できるんで、まあ、いやそうだよねオッケー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 いやなんかめちゃくちゃ永続カード残っちゃったけど恐怖の統括者いると相手大体機能停止してると思うんですよこれ多分大丈夫なんじゃねえかなこれとりあえずね一旦エンドしときゃこれでね一応破壊耐性あるんで、まあ、もしねサンダーボルトとか言われても、まあ、ディンギルス作って耐えることとかできるし今日の統括者は無効にしない限り相手モンスター出せないしみたいなバリティルーラーはマジで最強なんで自分はモンスター特殊ができると相手だけ特殊ができないってほんと終わってる効果してるんでこれマジで出た瞬間マジで相手積むこと結構多いんですよねだからこのモンスターが最強だって毎回毎回言ってるんですけどほらこういうことなんですよこういうことなんですよ皆さんクロスソール最強よし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 最強カード2枚来てる今基本的には2枚コンボみたいなのかねそのソウルとまあやっぱ虚無まあ基本的にはホルス出すも出せるけど一応基本的に虚無じゃないと、まあ、制圧力がゴミなんで、まあ、虚無の統括者をまあ爆誕させることが一番強いと思うんですよねでスネークアイズポプルスさんの効果によっては、まあ、スネークアイですかねまあ AO 入ってるか知らんけども、とりあえずスネークアイ展開はスネークアイも意外と魔法トラップカード無効ないんですよだ結構割と、反応揃ってれば多分いけると俺は踏んでますまあ、いつも通りの展開だな、これ多分。これアンブロか？ああ、はい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 、いいですよ、全然。全然 OK。ガネーシャ、アンブロ、墓地にガルドですね。了解しました。じゃあ、とりあえずクロスソウルいきます。じゃあ、とりあえずクロスソウルいきます。ですね、ちょっと君のモンスターリリースしたいんだけど、なんかある？なんかさ強そうなモンスターがいっぱいいんじゃんちょっとさ君のさモンスターちょっとごめんねちょっといただくねありがとうこの無慈悲なアドバンス召喚マジでおもろいなこれこれで相手はもう特殊召喚はできません一切ただし粛清カード多分炎王新天章なんでサーチしてたんさっきねなんで多分炎王新天章どうにかすればいいからあとはちょっとホルスが通ればまあなんとかなるかなって感じなんですけどあーなるほどね裏らばなさそうだね多分これはこの感じ裏あらはなさそうで多分なんか光ってるからなんか G かなんかあんのかなちょっとわかんねえけどまあとりあえず王の棺の効果発動してまあイムセティ持ってくればいいかイムセティ持ってきてでまあ、プラントパスファインダーをぶん投げるで基本的にもう増 G なんか使うことないから相手のモンスター特殊召喚ができないんだから捨ててよくてこれダブル虚無できんじゃねこれダブル虚無の投下者できんじゃねこれもしかしてるってとやばいこと起きるなこれさてはやばいこと起きるなさてはやばいこと起きるな
あっていうか、え、待って、これ殴ったら勝ちじゃない？もしかして、え、これもしかしてだけど、これ殴ったら勝ち説ある。まあとりあえず2400出しますよね。はい。で、3000出しますよね。3000じゃねえか、こいつ。もうちょい、3600か。はい。で、3000出して、で、殴ったら。ちなみに、あの、ニビでもガンマも打てませんからね、彼。もう、ニビでもガンマもすでに全てのカード打てません、これ。ちなみに。おい、遊戯王簡単すぎるだろ。なんだこの最強カード。おお、儀式の準備きたー。儀式の準備、イルカス。なるほど、イルカス入ってるデッキ何これ。マジシャンズソウルズ。はあ、なるほどなるほど。マジシャンズソウルズ、イルカスとマジシャンズソウルズ、ブラックマジシャンなわけないか。さすがにトイボックス、えやばい、これ、そういえばトイボックス全然使ってねえな、俺。トイボックスでなんか動画作んないといけないね。何にも使ってないんだよね、これ。俺、診断で実装されたはいいものの、あまりにも興味がなさすぎて、このギミックに。ちょっとやんないといけないですね。まあ、基本的に動き出すが2枚コンボなんか終わってんだよな、このデッキ。まあ、大嵐しろとかそういうことなのかもしんないけど、あー、マジシャンソロだ。あ、これで、あれか、置いた、あ、それ強いね。これは強いわ。これ置いたカード2枚捨てて、ドローしながら2体出てくるの、これめっちゃ強いわ。この動き、これ決まればめちゃくちゃ強いな。ああ、なるほどね。で、トイソルとトイタンクの効果によって、まあ、爆弾モンスターがしますよって話ね。なんだこれ、サイバースリングでもすんのか。ね、言おうかね、テントウムシできたよ。あ、ホープダブル、なるほど。ホープダブリングで、ダブルアップチャンスサーチしながら上に乗せられますよ的な効果。なるほど。なんだかドラグランでも出すのか。ダブルアップチャンスきたー、ダブちゃんきたー。ホープダブルからの、あ、ドラグナーは強いね。ドラグナーは強い、非常に。まあ名誉結界から黙るでしょ、大体。ただこの盤面大体名誉結界派って言ってホロスで全員ぶん殴った後に興味出したら相手死ぬんでマジで、この名誉結界派ゲーミング始まるんで。さあ、希望をホープドラグナーちゃんの効果を発動してオーバーレイユニットを、2つ使ってで、なんか出てきますよという効果。あ、マリオネッタ、はあ、マリオネッタちょっとめんどくさいな、これ。え、ナンバーズアーカイブ、あ、出た、ランダムにナンバーズ出すやつ。エクストラデッキ1枚しかないじゃん、やばい、確定ってことやば、まあ、ダブルマリオネッタ、何、え、どういうこと。あ、やばい、もしかしてこいつ名称してない、これ名称してたいじゃない、もしかして。待って、あ、俺死ぬの彼名称してないの、あ、俺死ぬんすね